札幌ドーム。新球場移転まで残りわずかとなった北海道日本ハムファイターズ。現在建設中の新球場には選手たちや OB が足を運び大絶賛。北海道のメディアからは建設模様が随時取り上げられるなど道民の期待感が高まっています。その一方で日本ハムの現在の本拠地札幌ドームは日本ハムが抜ける23年以降赤字と見込まれていましたが、先日札幌市は一転黒字の見通しであることを発表。しかしその発表を受けてネット上では無理だろ、机上の空論といった黒字の表現に懐疑的な声が上がっているんです。そこで一つの疑問が生じました。札幌ドームは23年以降も黒字を達成できるのか。というわけで今回の動画は23年以降の札幌ドームの経営について考察したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。事業内容。札幌ドームは札幌市が所有、札幌市と道内財界各社が出資する第三セクター株式会社札幌ドームが運営管理を行っています。札幌ドームの事業は4つあります。アリーナ、諸室等のイベント利用への貸し出し及びイベント運営をサポートする体感事業、ドーム内の飲食物販事業を管理運営する商業事業、ドーム展望台、ドーム見学ツアーを運営する観光事業、チケット事業、札幌ドームメンバーズクラブの運営、駐車場事業、広告事業などのその他事業です。2019年札幌ドームの売上高 39.7 億円のうち約半分が体感事業による売上で、次いでその他事業が 27.2%、 商業事業が 22%、 観光事業 0.5% となっています。コロナ前2019年の札幌ドームの年間イベント日数は132日で、設営撤去などその他利用が124日、イベントとその他利用を合わせた年間稼働日数は256日、年間稼働率は 69.9% でした。イベント数の内訳は日本ハムが62日と全体の 46% を占め、残りがサッカー J1、 北海道コンサドーレ札幌の主催試合14試合、ラグビーワールドカップ3試合、コンサート14日、展示会などのコンベンションが8日間、自主共催イベントが9日間、その他アマチュアスポーツなどです。日本ハムによる売上、札幌ドームの1日の使用料は770万円、ただし入場者が2万人を超える場合は1人につき385円が加算されます。19年度日本ハムが札幌ドームで主催試合を行った際の観客動員数は62試合で169万8931人、その中で2万人を超えた40試合の観客動員数は131万1530人、よって使用料金は6億7433万円となります。これに加えて野球モードからサッカーモードへの場面転換による設営撤去費用が1日当たり385万円、さらにグッズ収益の 30%、 フェンス広告、バックネット社の広告料2億5000万円、日本ハムが連れてきたお客さんによる飲食店の売上や駐車場代も合わせると日本ハム関連での売上高は全体の相当を占めるんです。しかしその日本ハムは今年限りで札幌ドームを去ります。札幌ドームとしては日本ハム以外の球団に試合を行ってもらうようにしたいところですが、道内のプロ野球開催の権限は日本ハムが持っているため、プロ野球チームの誘致はできません。今後札幌ドームが安定経営を図るためには日本ハムの大きな穴を野球以外で埋めることが鍵となるんです。今後の見通し。札幌市と札幌ドームは日本ハムの主催試合約60日分を埋めるため、サッカー、コンサート、コンベンション、自主、共催イベントの4本柱による収支改善策を計画しています。サッカー、23年以降北海道コンサドーレ札幌が主催する全20試合をドームで開催します。コンサドーレはこれまで日本ハムが札幌ドームを使用するときは札幌厚別公園競技場で主催試合を行っていましたが、日本ハムがいなくなることで19年度比6試合増やすことができます。コンサート、音楽業界では札幌ドームでのライブは難しいと言われています。2019年に行われた5大ドームのイベント数を見てみると、東京ドームが55回で1位、4位の福岡ドームでも32回、一方で札幌ドームは14回にとどまっています。ではなぜ札幌ドームだけコンサートの開催が少ないのでしょうか。理由の一つが立地です。札幌ドーム以外の4ドームは商圏エリアが広く、他の県から陸路での移動が可能です。しかし札幌ドームは空路のみなのでファンは遠征費が跳ね上がります。コンサート運営側も機材移動などの費用がかさみ、冬の開催は雪によって突然欠航となり、コンサート自体が中止となるリスクもあるんです。そしてもう一つの理由が箱がでかすぎる。札幌ドームの最大収容人数は 53,738人なのですが、そもそも5万人を集客できるアーティストは国内に数えるほどしかいません。日経エンタメが実施した2019年コンサート動員力を見てみると、1公演平均動員数5万人以上を記録したのは東方神起、嵐、日誌の3組、4万人以上は11組となっています。
また19年に札幌ドームで行われたコンサート14日のうち6日が嵐です。ただ嵐はご存知の通り2020年限りで活動停止しています。札幌ドームを満員にできるアーティストはさらに限られてしまったんです。使用料、札幌ドームの基本料金は他の5大ドームと比べて安いですが、2万人を超えると1人につき385円が加算されるため、仮に5万人を動員すれば使用料は1925万円となります。費用がかかる割にお客さんは集まらず採算が取れない。このことが理由で最近は札幌ドームを外してドームツアーを行うアーティストもいます。この現状を受けて札幌ドームは2万人規模のコンサートも誘致できるように約10億円かけて一塁側のスタンドからバックネット裏を挟んで三塁側まで巨大なロールカーテンを設置、ドーム内の空間を天井から吊り上げたロールカーテンで仕切ることであえて座席数を削減、外野側に2万人規模のコンサート会場を作り新たな需要を掘り起こす狙いです。現在札幌ドームのスポーツコンサート等の観戦鑑賞型イベントの利用料金は770万円ですが、23年3月頃から来場者1万5000人まで1日577万5000円と新たな利用料金が追加されるらしいです。札幌市の深井課長は2万人規模のコンサート会場は市内になく新たな需要の掘り起こしができると判断した、コロナ禍で不透明な部分もあるが年間で10から12回を期待したいと説明しています。残る2本の柱は展示会誘致などのコンベンションと自主共催イベントの開催です。これまではアリーナ面のみを利用するイベントは全面利用に限られ1日440万円でしたが、22年11月から運用開始のアリーナ分割利用は8200人収容で基本料金は1日220万円です。これにより中小規模の主催者もイベントを開催することが可能になります。札幌市は23年以降コンベンションを8日から26日間に増やし、自主共催イベントは9日から13日間に増加すると見込んでいます。まとめるとこの4本柱によって最大40日間埋めることができるんです。これをもとに札幌市は日本ハムが抜けた後の23年から27年度の収支見通しを発表。23年度はコロナ禍の影響が残るとして売上高は19年度の39億円から半減以上となる15億3500万円と試算するも、24年度以降は19億円台に推移するとしました。当期純損益も23年度はアリーナ分割によるロールカーテンの設置などで約3億円の赤字を見込むも、24年度以降は黒字に転じ、5年間の累計で900万円の黒字になると見込んでいます。赤字分は建設費の返済期間を延長したりネーミングライツ収入2億円などで補うとのことです。さらに4本柱以外にもラグビーの国際試合の誘致も検討しているとのことで、秋元市長は令和4年度第3回定例市長記者会見で今のファイターズさんの試合を実施していた部分を、例えばサッカーやラグビー、あるいは他のいろいろなイベントなどでの活用をさらに進めていくことに加え、今年度末には1万人から2万人ほどのイベント、コンサートなどにも対応できるような仕様の工事をすることにより、従来開催できなかったようなイベントにも取り組んでまいりたいと考えております。また全天候型のドームでありますので、アマチュアの試合や競技にもより活用できるようにしていきたいと思っていますと話しました。さらに札幌市は2030年に開催予定の冬季オリンピック招致を目指しており、開会式を札幌ドームで行う予定としています。懸念、札幌ドームは日本ハムの約60日分をサッカー、コンサート、コンベンション、自主共催イベントの4本柱によって40日埋める計画ですが、懸念点もあります。それは価格を下げてコンサートやコンベンションを誘致しようとしている点です。繰り返しになりますが、札幌ドームの基本料金は他の5大ドームと比べて安いです。その分2万人を超えると1人当たり385円を加算するため、客数が増えれば増えるほど単価が大きくなるビジネスモデルです。しかし2万人以下のアリーナ分割が増えると値段は割安のままになります。さらに4本柱の1つコンサドーレの観客動員数も、2019年に2万人を超えた試合は14試合中5試合しかなく、全試合分の利用料金は1億7873万円にとどまります。ちなみに札幌市はコンサドーレ札幌に対して毎年札幌ドームの使用料3分の1分減免措置を適用しています。4本柱による増加想定日数はこちらの通りでした。1は2万人未満、2は 1.5 万人以下、3と4は分割利用と仮定し、増加想定分を計算すると合計額はわずか 1.7 億円、使用料だけで約7億円近い売り上げがあった日本ハムには遠く及びません。
また展示会などによる中規模イベント開催にはすでに他の施設があるのが実情で、想定通りの日数を誘致できるかも不透明です。さらに市は札幌ドームと同じくらいにアクセス札幌の後継施設を整備する予定で、札幌ドームにとっては新たな競合が誕生することになります。またコンサートは来場者1万5000人まで、1日577万5000円と新たな利用料金が追加されるとのことですが、同じ札幌市内にある真駒内積水ハイムスタジアムや真駒内積水ハイムアイスアリーナ、キタエールといった1万人収容できる会場の利用料金に比べると依然として高いです。開業当初の経営、日本ハムが移転してきた2004年以降、札幌ドームの売上は大きく伸びていますが、利益はさほど伸びていません。これはサッカー用天然芝と野球用人工芝を入れ替える場面転換の費用がかなりかかるからです。23年以降は日本ハムが抜けることで売上は大きく下がりますが、場面転換の必要がなくなることで費用も大きく下がり、黒字をキープ、開業当初の経営に戻るとの意見もあります。2004年に日本ハムが移転するまでの3年間も黒字でした。しかしこの期間はサッカーワールドカップ日韓大会が2002年にありました。日本ハム移転前は巨人や西武が札幌ドームで主催試合を行ったり、プロ野球 OB がプロ野球のシーズンオフに行っていたマスターズリーグが行われたりしていました。札幌ドームの財政状態、札幌ドームは2001年開業以来黒字経営が続き、2004年から日本ハムの本拠地となり安定経営に突入、設備投資を行った14年大型ビジョン更新、2018年人工芝の更新以外はずっと黒字です。コロナ前19年度には純利益は1億8800万円でした。ただ業績の推移グラフを見てみると、19年から営業利益に比べ経常利益が大幅プラスになっています。経常利益とは本業で得た利益である営業利益に本業以外で得た利益である営業外利益を足したもので、札幌ドームの営業外収益とは札幌市による補助金、交付金、負担金及び業務委託料です。過去10年間の推移を見てみると、18年までは補助交付負担金は毎年1億円前後、委託料も1000万円以下でした。しかし19年からどちらも急増しています。この理由について札幌市の出資団体評価シートによると、19年はラグビーワールドカップ開催にまつわる利用料金減免補填補助金及び新型コロナウイルスの感染拡大防止のための休館補償を行ったことによるもの、20年は札幌市からの要請に基づく新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的とした休館期間における利用料金の返金等の相当額として3億7000万円を雑収入計上したことによるものとしています。現在は市依存度と市財政的関与割合は低く、経営の健全性が保たれていますが、日本ハムが移転する23年以降、札幌ドームが掲げた4本柱が不発に終わり、赤字が続くとなると20年度時点で 18.9 億円ある利益剰余金の取り崩しに入ります。さらに赤字分補填のため札幌市民の税金アップが心配されますが、札幌市は仮に日本ハム移転後に赤字になっても協議が必要だと思うが、市長は市民負担を増やさないとしており、税の投入はないと考えていると明かしています。それでも札幌市の目論見が外れ赤字が続き、市民税負担を強いらなければならなくなった場合、最悪札幌ドームの解体が浮上してきますが、解体費用はいくらになるのでしょうか。ドーム解体と検索したら2017年に解体されたオーシャンドームが出てきました。オーシャンドームは93年に宮崎県に建てられた開閉式の屋根を持つ全天候型プール、総工費約420億円をかけ建設されるも、建設途中にバブルが崩壊、初年度入場者目標は250万人と設定しましたが、初年度から目標の半分を下回りました。そこで運営元は入場者数を増やすため、大人4200円だった入場料金を2001年2500円に、2005年には2000円に引き下げましたが、逆に採算が取れなくなり、毎年200億円前後の赤字を垂れ流すようになってしまいました。そして2007年に閉鎖され、10年後に解体されました。解体費用は27億円とのことです。札幌ドームの従業員たち、現在株式会社札幌ドームで働いている方々は66名いらっしゃいます。従業員の方々は札幌ドームという会社についてどう思っているのでしょうか。そこである求人サイトでかつて札幌ドームで働いていた元社員たちの口コミを見てみました。良い点、札幌ドームは北海道で最大級のエンターテインメント施設で、市民にエンタメを提供できる貴重な場なため、お客様の感動する姿を直に見ることができ、休日の振り替えや産休、育休、有給など休みは取りやすい。社員が少ないため若くして大きな仕事を任されたり、裁量権があり、さまざまな部署を経験できるからやりがいを感じる。悪い点、良くも悪くも第三セクター、札幌市の権限が強く、せっかく社員が頑張っても役人がノーと言えばそれまで、札幌市のお伺いを立てなければ何もできない。ドームの社長よりも力を持つ者が存在し、実質的に社長に大きな権限や決定権がない。まとめると、ワークライフバランスは充実している、仕事内容にやりがい、
強すぎる札幌市の影響ですね。今回この動画を作成するにあたって、札幌ドームを調べれば調べるほど社員の皆さんは一生懸命に業務に励まれていると感じさせられました。ただ6月3日に札幌市の経済観光委員会が開かれ、そこで札幌市スポーツ局部長は、もし札幌ドームが赤字になった場合、札幌ドームの人件費を削減し、黒字化は可能との考えを示しています。というわけで今回の動画は以上となります。この動画のテーマは、札幌ドームは23年以降も黒字を達成できるのかでしたが、結論は黒字になるです。これはどういうことかというと、今後札幌ドームが実施事業で赤字を垂れ流すようになっても、札幌市が委託料など何かしらの名目で資金注入し、雑収入として計上させて黒字化させるのではないかと感じたからです。これはあくまで私個人の考察です。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサブチャンネル、ツイッターも開設しましたので、概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。